そう。ミセはどこですか？ミセってやる。那下半场比赛，我建议你到时候的话再预告，我强烈建议他强一下。如果你不想我打电话，那你直接一点，你很棒啊！如果你不能的，很快就来，非常高大啊！那么如果你想把他推下来，就得困难。对，我们这边的人只有四个名额，那么陈那边呢？现在你坐上，举下手，试一下，报上你的编号啊！对啊，陈那边那边你坐上，报你的编号。ここの2人はね、アルゼンチン人だったよ。35時間かかったって、すごいね。こんにちは。谢谢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 你谢谢谢谢写真撮られたよ。一人で寂しかったんだけどね。中国のお母さん可愛いね。いいね。なんか、二重原作のモチーフになった場所らしいけど、どこかよくわかんないんだけど、全然どこなのかわかんない。この景色がこれらしい。ヤンショーに着きましたが、事前に調べていた昨日泊まったホステルの系列店ですに泊まっております。まあ、30元なので昨日のグエデンよりは安いですね。まあ、またシジエをちょっと冷やかしに行こうかとは思いますけどね。はい、バスが取れると嬉しいな。以上。帰ってきましたけど、なんかね、この同じ部屋の人が今日2人みたいなんだけど、この部屋めっちゃいい人です英語話せないけど、なんかめっちゃいい人です。僕の拙い中国語に付き合ってくれるアザスな人です。でなんかね、謎の果物をもらったんだけど、俺海外の生果物を食うのは初めてなのでめちゃめちゃ怖いんだけどね。大丈夫かな。でなんかね、この右のちょっと細長い方がハオチューだよって言ってた。どれどれ、じゃあいただきます。なんかハオチューじゃない方からですけど、なんかね、梨を限りなく味薄くした感じです。あとね、シージーには日本人お断りの屋台がありました。シンガポール人のふりをして買いに行こうかなとちょっと思ったけどちょっとね、結構人並んでたので、ね、まあいいかと思ってそのまま通り過ぎたけど、ちょっとあれはよろしくないですね。
やっぱね、いくら中国でも人種差別はしちゃダメだよね。それはダメだよね。ここまででこう成長したことは、俺は路線バスに乗れるようになった。中国の。もう大丈夫です。なんか、とりあえず一元札を運賃箱にお前のドアから乗って入れて、で降りたいところの近くになったらドアの近くに立っとけばいいっていうね、この一連の流れがちゃんとできるようになりました。これが一番の収穫です今回は。やっぱねバスって怖いんだよね、うん、怖いけど、でも中国のバスは台湾とかよりも乗りやすいかもしれない。あとはこのハオチューの方いただきます。味がない梨です。味ないんだけど、結構期待してたんだけど。俺が初めて中国行った時に食った梨も味がなかった。思い出します。懐かしい味です。ある意味、ある意味中国らしい梨ですね。昨日の晩泊まったあのユースホステルのヤワンさんといろいろ話してたんだけど、ヤワンさんは日本に来たこともないんだけど、めちゃめちゃ日本をリスペクトしてくれてるらしくて、いやなんかね、あの満州の時代になんかインフラを整備してくれて、なんかめちゃめちゃそのまあ東北地方っていうのかな、あっちの方にこうなんかいいね影響を与えてくれたから日本が好きだって言ってたんだよね。でまあ当然僕もめちゃめちゃ中国好きだし、梨の味はないしね、餅は汚ねし、人たちは唾吐くけど、でもなんかね俺は中国が好きなんだよ。今のところ中国がもし好きじゃなかったら俺は3回も中国に来てないよね。ね、やっぱ中国が肌に合う人もいるし合わない人もいると思うけど、俺は中国はなんか病みつきになりましたね。なんかねあんまり苦労してないです。で南の方だからその人々が割と穏やかなのかもしれない。ズバッと名誉って言われることもあんまりないし、俺が強くなったのか中国が緩くなったのか、それとも地域性の問題なのか何なのかよく分かんないけど、今回はすんげえ楽です。でなんかね、まあなんか香港とかよりも居心地がいいくらいなレベルです。なんかびっくりしてるんだけど、自分でも水で10倍に薄めた梨の味です。なんか不思議な表現だけど、そんな感じでした。